えっとね、前にね、あのー、お辻家の名字をい、大和民族天皇家に貸したら、返し寄らへんって話で,でしょ。それが、泉、出る水って書く泉の、鹿児島のね、泉のお辻家、要するに、お秀久の流れね。まあ、あれはまあ、島津も血筋を入れてるし。で、島津にはね、足利から血が入ってんねそれは誰か言と足利義満が、 その、棒の釣りね、貿易港を開いた時に、日本国王になった。まあまあ、すなわち、お大君になったから。大きみは大いですので、あの、国の真ん中にはいただけない。端っこに行かなあかん、男子はね。で、足利義満は男子やから。しかし、大きみの位について外交を始めたからね。そうとね、中国の。で、端っこに来なあかんよになって、棒の釣りをって。義満は、実は、 で、ま、お辻家は、ま、有言されとったけど、結局、その、島津家はね、もう正月中から十、丸十になったのは、お辻家から十字も貸してるからやねんな。で、島津家にもその、まあ、島津家と合併しようって、吉光が。なんかと京都ではもう、あの、足利家は、乗っ取ったって言ってたやろあの、ま、こん、だから、あなに、ま、お辻家も言ってたやろうけど、ま、あもう、いろんな奴らが、 足利家やっとって。ね。で、足利家は,はもう、追い出されとってんと、に京都から。吉光の時にね。まあ、それがまあ、足利の、ごたごたっと関係あるんだけど、まあ、それを置いといて、吉光はまあ、絶望したけど、まあ、島津と混ざり合って、島津も平本民族やったからね。まあ、顔見たわけやんか。ところは島津義久ってね。<laughs> ちょっと顔似てるやろ。島津義久を続けきやねん。十一文化したから、まあ、ちょっと島津家かわせやって、 で、盛り上がった隼人を率いて、九州制覇仕掛けてん、ね、それは隼人はオーディン親衛隊。つまり、お辻親衛隊からね。盛り上がったな。<laughs> だけど、まあ、もともと人のうちはしっかりしてで、まあ、島津四兄弟って言うけど、吉浦だけが、その、山手民族やってあとは、お続きやってその、四兄弟、三人までね。吉井さん、えー、歳井江お続きやってまあ、お続きは、まあ、その周辺の。 まあ、お辻の親戚たちやって、仲良かったんですさ。で、吉野だけ海の外やって,やってな。まあ、そうしちゃうなだよね。で、高久っていう人物がね、その、まあ、四兄弟の父。それがまあ、お辻系の血が入っとったわけ。で、まあ、名君って言われるけど、うーんと、経済政策やって名、まあ名君というか、まあ、当時ね、画期的だったんですけど、だけど破産してもらって、実は。 で、まあ、吉井さんが引いてた軍が三百人とか、まあ、あれはね、結局、お続きやったから、その、意地悪されたんちゃうで。まあ、三百人ぐらいで大丈夫だよって。ほんで、まあ、い伊藤をやっつけたけど、まあ、伊藤が何か知っとったし。<laughs> いや、うちょうど可能性もあんねん。ええーとか言ってよどうって,言って、幸せよ、失礼とつじー言うて。まあ、それは今のところ、薩摩祭ともかっこ悪いやろしな。まあ、薩摩とは、 そんなこと知ってるから、薩摩い戸の家たちは。あ、よしさんは、お続きやで、って。な <laughs>、ほんで、まあ、朝鮮半島で、あのー、うちら日本先住民である朝鮮先住民がな、どっちも。その、大体たいヤベト民族って東アジア人のおらんかったから、もともと。こういう目、目の人たち、こんなことな、ね。要するに、ユダヤ人。 カバールもな、アシュケナ人もな、要するに、キッタンもな、女神もな、要するに、神道帝国もな、上北天皇家もな、東アジアもともとおらんかった。だから朝鮮半島の先住民もうちらやねん。で、中国大陸の先住民もうちらやねん、実は。エミシやねん、実は。で、結局、まあ朝鮮半島でも、日本でもそうやけど、うちらがヤマトに悪返されたわけ。要するに、ユダヤ人にな。 で、野菜とかも飛ばさせてもらえようよなって、朝鮮半島でヤンバン。要するに、吉丹女子ヤンバン。山と水子のことな。で、英出張になって、うーわくって。まあ、朝鮮の遺跡、遺跡行く、まあ文化財。まあ、大阪の国、あの天、ね、天、天の木じゃん。えー、と、千里の国立民俗博物館。その官庁団流、官庁団流、イーラー先生はね、うちの同級生がね、大手物ね。当時ね。今、今どのぐらい階,階級がかけてるのか知らんけど。 ど,まあ、ど,どこ行ってあるか知らんけど案内だねね、ええー、あじゃあ出身ちゃうかまあまあまあ置いてあいてなほんでまあ朝鮮の遺跡,遺跡がね文化財も悲惨なもうやんばにいじめられた朝鮮人たちの悲惨さ現れとってまあ二冠後の時のこともそうやし純役なり徴用工なりまあいろんなこともねうちらの同胞を助けようとして なぜか、なじられてんねん。うちらな。まあ、それは、文禄慶長の時もそう。な。唐辛子をねじ込んだわけ。なんとかして、唐辛子攻めて唐辛子を売って。で、あの、台湾から唐辛子を輸入したわけやんか。朝鮮半島に。だから、あの、鹿児島って別にそんな唐辛子使わへんで。だ,だけど、唐辛子を持っていって無理やり。で、まあ、言うたら、それは、まあ、小西に、あのー、ソウルで、あの、引き,引き取りさせて、 で、それを加藤起きません。ばらまかせとって。どんどん奥まで行けって。唐辛子ばらまけてます。わーとばらまかせん。片んに。な。そういう事情言うてあるんですよ。な。んで、まあ、もうすぐ動画アップしてるけど、ちょっとタイトルどれとか忘れて。タイトルちゃんとつけてへんから、最近。ほんで、あのー、急いでるからな。ごめんな。ほんで、まだつけとくからな、タイトルな、ちゃんとな。見てからな。で、まあ、とりあえずこの動画入れとくから、ね、ほんで、 ね緊急やからな。今大阪になってるやろ、朝鮮半島な。で、結局、島津、吉野は一緒に、唯一山田家のな、島津が、4兄弟だかな、商売しようとしたねアコギナ。また悪事働くことしたねや、ヤンバン。ヤンバン島津もな、ヤンバン島津の。ほんで、そのちょ、うん、その、唐辛子をな、 要するに、ま、また制限しようとしてる金の種にし、飯の種にしよう儲けようとしておった山とか。ほんで、その時も関ヶ原で、まあ、関ヶ原地区、まあ、島津義弘暗殺しろっていうのも決定しとって。小田信長暗殺も決、決定されたから、実行されて。で、島津義弘暗殺も結局、関ヶ原ではできへんかったけどな。そこから豊久が戦死したけどな。豊久を、あのー、ま、豊久さんはどっち系やったんかなぁ。まあ 立ちはだかったわけ。だから、どっちかわからんけど、まあ、どっち、ペンディング、どっちか、どっちがはっきりせえな、あの人は。せやけど、その島津義さん、あ、やごめんなさい、島津豊さんをね、殺したのは、ええー、と、いい、いいやったかなじゃないね。本だやったかなとにかくちゃうね。徳川家行ちゃうね。東軍ちゃうね。後ろから、早くと豊さんに対して、とぶへバーって切った実は。な。で、それを見た吉弘はもう震えやがったわけな。 で、後に、吉弘は、さつまで殺した。それは、そこは、あんだけのことしたからな。で、まあ、それが、まあ、ほんまの話やんじゃ、実はね。で、まあ、そんなわけで、島津には、お辻系の人物が入ってる。はっはっはな、吉弘はこんな顔やろ。な。落ち着いは似てるやろ、吉弘な。え、吉弘は、完全に、ヤマトの顔やろ。薄い顔やろ。な。で、佐渡原、島津とかにも、お辻の血恵入ってるし、 あと、調査。調査の長はね、えー、とね、えー、と、正面じゃなくてね、源氏物語の宇治十条の長かな。で、沢は佐藤のん調査。調査と間違いあんねん。鹿児島に。調査系の島津系もおすしの違が入ってる。で、まあ、うちの親友、調査一郎っていう人物な。まあ、詩人のポエムの世界では、えー、日々の椿って、日、ま、々、あの胸、ね、その、飛び火のって書くんだけどね、あの、奈良の春日のね、 飛び人の椿って書いて、日々の椿、ちゅう、詩人がね、詩人の、日本の詩人のボスで結構な、あの、朗読詩人だそれが、調査、調査一郎。要するに、おき、うちの親戚のやつ、<laughs> 顔似てるやろ。わかったあの、ライブハウス系諸君。ちゅうか、調査一郎、要するに、日々の椿は、あのー、牧原森家の親友やから。ちゃ女の子と同じ学校やったんちゃう。だから、重要人物やで、結構意外と。だから、 調査一郎を殺すなよ。<laughs> な、うちの親戚やからな。大事にしたね。ただちょっと、ええと、病んでるかも。<laughs> 芸術家やから。その辺は、あのー、ちゃんとさばいたってね。殺すね。